はかぼちゃの肉巻きフライをご紹介します。かぼちゃを電子レンジで加熱し、大葉と一緒に豚肉で巻いて揚げたボリュームのある一品です。かぼちゃを切っていきたいのですが、種の部分と綿の部分を取り除いていきます。このように大さじやスプーンですね、使っていただき、削り取るように取っていきます。芯があった部分などは少し切っておきます。そして今日はですね、こちらのかぼちゃを縦に半分に切っていきます。切る時のコツとしてはですね、刃先ではなく包丁全体を使ってしっかりと上から切っていきます。半分にしたかぼちゃを短冊切りにしていきます。まっすぐ切ってしまうとですね、端がどうしても角張ってしまいますので、少し端の部分は包丁を斜めにして切っていきます。で、少しずつですね、包丁の刃をまっすぐにしていって切っていきます。ではこのようにですね、カットできたかぼちゃを耐熱のお皿に並べていきます。このようにお皿に並べたら、ラップをふんわりとかけて約7分ですね、電子レンジで加熱をしていきます。最後に添えるレモンを切っていきたいと思います。くし形にしておきます。大葉を切っていきます。この状態で一緒に巻いていきますので、軸の部分を切り落とします。豚ももスライスはこのように塩コショウで下味をつけておきます。では取り出します。火が通っているか確認をしたいと思います。一番ですね、厚みのあるかぼちゃにですね、竹串を刺した時にスッと中まで竹串が通れば大丈夫です。このまま冷ましておきたいと思います。1つのかぼちゃに対して豚ももスライスを2枚使います。そして大葉を乗せて、かぼちゃを乗せて巻いていきます。しっかりとかぼちゃに巻きつけてください。それでは次に衣をつけていきます。小麦粉を全体に薄くつけていきます。つけた後ですね、熱いところは手で払いながら薄くしていってください。小麦粉がついていない部分がありますと、次にですね、卵をつけた時に卵がつかなくなりますので、全体にしっかりとつくようにしてください。小麦粉をつけたら次は卵をつけていきます。このようにですね、右手で卵をつけてもらって、そして左手でですね、このようにパン粉をつけてもらうと、手にですね、パン粉がつかずに綺麗に仕上げることができます。では今から揚げていきたいと思います。お箸を入れてもらって、泡が勢いよく出てきた状態で180度となりますので、揚げていきたいと思います。油跳ねがないように気をつけてそっと入れてください。揚げ始めてすぐにですね、箸で触ってしまいますと衣が剥がれてしまいますので、表面がですね、しっかりと固まってから触るようにしてください。今日はかぼちゃに火が入ってますので、だいたい4分ぐらい揚げていきたいと思います。揚げムラができますので、このように時折ですね、ひっくり返してください。ですね、今だいたい4分ぐらい経ちましたので、少し上がっているかを確認したいと思います。このようにですね、持ち上げてもらった時に端に振動がくれば中に火が入っています。盛り付け時にレモンを添えてお召し上がりください。こちらで完成です。かぼちゃの代わりに冷凍のフライドポテト、豚肉の代わりに牛肉を使っていただいても美味しくお召し上がりいただけます。ぜひお試しください。